本題。夏は海から陸へ、冬は陸から海へと風向きを変える風を。答え、モンスーン。問題。一年中寒く、樹木がほとんど育たない気候は。答え、寒帯。問題。寒帯で短い夏にわずかに植物が育つ気候を。答え、ツンドラ気候。問題。寒帯で夏でも0度以下で一年中氷や雪に覆われる気候を。答え、氷雪気候。問題。冷帯で育つ樹木は。答え、針葉樹。問題。冷帯がないのは何半球。答え、南半球。問題。季節がはっきりしている気候帯は。答え、温帯。問題。夏に高温で、冬は温暖、降水量が多い気候は。答え、地中海性気候。問題。暖流と偏西風の影響で、気温、降水量ともに1年を通して差が小さい気候は。答え、西岸海洋性気候。問題。温帯のうち日本の気候は。答え、温暖湿潤気候。問題。1年を通して降水量が少なく森林が育たない気候帯は。答え、乾燥帯。問題。乾燥帯のうち特に雨が少ない気候は。答え、砂漠。問題。乾燥帯のうちわずかに雨が降る気候は。答え、ステップ。問題。赤道周辺で一年中気温が高く、気温の変化が小さい気候帯は。答え、熱帯。問題。一年中雨が降り、密林が広がる気候は。答え、熱帯雨林気候。問題。雨季と乾季があり、まばらな樹木と草原が広がる気候は。答え、サバナ気候。問題。標高の高い場所で平地より気温が低い気候は。答え、高山気候。問題。世界は気温と降水量によりいくつの気候帯に分けられる。答え、5。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。